心の旅路は1941年に出版されたジェームズ・ヒルトン作の小説である。この小説は失われた地平線、チップス先生さようならなどのヒルトンの先行作品と同様にポピュラーになり、その年のパブリッシャーズ・ウィークリー全米ベストセラー小説リストの2位になった。この小説は百四十二年にマービン・ルロイ監督の同名の映画となり、 成功を収めた。映画はいくつかの点で小説と異なっている。アカデミー賞のいくつかの部門にノミネートされている。心の旅路は1942年のアメリカ合衆国の恋愛映画。監督はマービン・ルロイ。出演はロナルド・コールマンとグリアがアースンなど。第一次世界大戦の終わり頃、フランス戦線で傷ついた英国陸軍隊員が、 メルブリッジの陸軍精神病院に入院する。彼は砲撃を受けたショックで完全な記憶喪失になっていた。名前も家もわからないという状態である。ある時散歩に出た大イは戦争終結で喜ぶ群衆を避けて街角のタバコ屋へ入るが、そこで親切な踊り子ポーラリッジウェイと知り合う。彼女は大イの恐竜に同情しているうちに深い恋に陥る。 二人は逃げるようにメルブリッジを去り、親切な牧師の協力を得て、結婚式を挙げ、人里離れたリバプール郊外の一軒家に住む。門扉がきしみ、桜の木が玄関の前にある落ち着いた家である。すぐそばに小川が流れている。大尉の仮の名をジョン・スミスとして届け出て、ポーラは彼をスミシーと愛称した。月日は流れ。 息子が生まれたスミシーとポーラは幸せに暮らしていた。そこへリバプールの新聞社から採用通知が届き、スミシーはリバプール市内へ出かけ、数日間は市内に泊まって打ち合わせなどすることになる。ところがホテルから出たスミシーは街路で車にはねられ頭を強く打つ。親切な薬局で解放され、スミシーは自分の名前が チャールズ・レーニアであることを思い出す。だが、今度は、ポーラのことをはじめ生活すべてが消え去って、なぜ今自分が今リバプールにいるのかわからない。つまり、彼は、記憶が戻るとともに入れ違いに、フランス戦線から帰国して、以来の3年間の記憶を、すべて忘れてしまったのである。しかし、ポケットにある鍵がなぜか気になる。一方、チャールズの父、レーニア氏は、 富豪で実業家であり、チャールズはその次男であった。実家へ戻ったチャールズは、数日前に父が亡くなったことを知る。父の会社を引き継いで成功させながら、人柄と共に経営感覚の優れたチャールズは著名な実業人としての地位を獲得していく。ポーラは、スミシーがリバプールで行方不明になったことから気落ちして、病となり、同時に大切な息子も失う。 踊り子に戻ることもできず、ウェイトレスをしながら生活費を稼ぎ、夜間学校で速記を習う。そしてある会社の秘書をしているとき、新聞に若き実業家、チャールズ・レイニア氏の写真が掲載されているのを見て、彼がスミシーであることを知る。チャールズが秘書を募集しているのを知って、ポーラはマーガレットと名前を変え、彼の秘書に採用される。チャールズはマーガレットを見ても、 何の感情も示さない。彼女は悲しみに打ちひしがれるが、そのうちチャールズが必ず思い出すであろうことを期待し、熱心に秘書業務に励む。気象の激しい名キティとの結婚話がまとまるが、式が迫る中でキティは、チャールズの心の奥底にあるものを鋭く感じ取り、彼女は潔く破断にする。それがきっかけとなって、チャールズは、 自分の心底に横たわる3年間の記憶喪失を何とか捉えようとして記憶が戻った街リバプールへ出かけるがホテルが保管していた自分のことランクを見ても何も思い出すことができないチャールズは求められて国会議員になりその役職を果たす上で信頼する秘書マーガレットに形式上の妻になってくれと頼むマーガレットは悩んだが 彼を愛する気持ちは変わらないので、それを引き受ける。二人は、見かけ上は幸せな国会議員夫妻として、署名になるが、両者ともに心には満たされないものが残っている。ある時、マーガレットは孤独に耐えきれず、チャールズへ南米旅行に行かせてくれと頼む。彼は、ビブかりながらも、リバプール行きの汽車まで彼女を送る。船は二日後に、 リバプールから出版するのである。ちょうどその時、メルブリッジの事業所でストライキが発生し、オーナーであるチャールズが乗り込んで、これを円満に解決する。人々が喜ぶ、喧騒の中を歩いていたチャールズは、初めて訪れた街であるにもかかわらず、街角にタバコ屋のあることを知っていて、そこへ入る。すると、陸軍精神病院にいたことを次第に思い出し、 親切なポーラのことが、おぼろげながら、心に浮かんでくる。矢も盾もたまらず、彼はそのままリバプールへ出かけ、ホテルで牧師のことや、郊外の一軒家の位置を問い合わせ、そこへ出かけてゆく。マーガレットはホテルから出て乗船しようとしていた。その時、ホテルのフロントが何気なく、少し前にある紳士が、昔のこと、引退した牧師や小さな家のことなどを、 いろいろと問い合わせたと語る。マーガレットは何も言わずに、昔の懐かしい住みへ急ぐ。一方、チャールズは、ビブカリながらも一軒家の前に立ち、きしむ門扉を開け、懐かしい桜の木の下を通り、玄関のドアの前に立つ。そして、肌身離さず持っていた鍵を取り出して、ドアに差し込む。ぴたりと、鍵はあって、昔住んだままの今が彼を迎え入れる。 ドアを開けてたたずむチャールズに、マーガレットは、モン作から、スミシー、と優しく呼びかける。今や記憶が完全に蘇ったチャールズはその声に、振り返り、マーガレットを見るや、ポーラ、と叫んで駆け寄る。工業的には成功したにもかかわらず、当時の批評家たちからの評価は低い。ジェームズ・エイジーは、ロナルド・コールマンの記憶喪失に2時間も、興味を持ち続けることができ。 朝食に、ヤードレイのシェービングソープを喜んで食べられる人に、この映画を進めたいと書いている。ニューヨークタイムズのレビューで、ボズレイ・クラウザーは、過剰に感情的な割に、心の旅路は奇妙なほど空虚な映画である、ミス・ガーソンとミスター・コールマンは、魅力的で完璧な演技をしている。しかしリアルには全く見えないとの意見を述べている。バラエティは二人の主演。 特にガースンの演技を称賛しているが、コールマンは役柄に対して老けて見えると指摘している。しかし、公開から数十年後には高く評価する、非評価も現れている。シカゴリーダーのジョナサン・ドーゼンバウムは、この作品には、その意図通りに、ある種の錯乱した誠実さと、高潔さがあると認めている。レナード・マルティンのミニレビューには、ジェームズ・ヒルトンの小説は、 コールバントガースンが最高の状態で MGM から最高に楽しい扱いを受けていると書かれている。ハル・エリクソンは通常の状況では心の旅路のうち1分も信じないだろうがスターたちと著者のジェームズ・ヒルトンが織りなす魔法の呪文が信じられないような高動無形素を完全に信憑性のあるものに変えていると書いている。アメリカンフィルム・インスティチュートが2002年に発表した 情熱的な映画ベスト100では36位にランクインしている。ロッントマトズによれば10件の評論の内高評価は90%に当たる9件で平均点は10点満点中7.8点となっている。メタクレティックによれば11件の評論のうち高評価は6件、賛否混在は4件、低評価は1件で、 平均点は100点満点中62点となっている。1944年1月31日に、米国のラジオ番組、ラックスラジオ劇場において、映画版と同じく、ロナルド・コールマンとグリアがアースンの主演で放送された。録音された番組は、インターネットアーカイブで公開されている。1949年2月17日に、 原作者のジェームズ・ヒルトンがホストを務める米国のラジオ番組ホールマークプレイハウスにおいてジョーン・フォンテイン主演で放送された。録音された番組はインターネットアーカイブで公開されている。1975年11月から1976年1月まで舞台設定を1960年頃の日本の 秋田県に本案した全13話のテレビドラマが日本テレビ系で放映されている。1992年に日本の宝塚歌劇団によりミュージカル化されている。ありがとうございます。